皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター第11回かな、やっていきたいと思います。パラメキア城侵入ですね。ダークナイトのレオンハルトが皇帝になったということで、やつを止めに行きましょう。ゴートス、まあ、例によっていつもと変わらず攻撃してアルテマ打って攻撃していく。あれ、クリオニール、どうしたっけ、二刀流外したんだっけ。ディフェンダーダイヤのシールドになってんな。攻撃しよう。攻撃特化型ゴートス、こいつしか出てこない。アルテマは攻撃の上昇率が結構いいね。バッカスの酒、ガチャ、もうこれここ行くしかないからね。そして1階へ叩き落とされる。よし、アルテマさらにレベルアップ。そこそこ使える感じにはなってきたかな。そうすると黒騎士がいる。あれ、黒騎士ってすれば全然出てきてなかったけど、ここが初登場か。アルテマ6400、強くはないけど、まあまあまあダメージにはなるっていう感じだね。出た、クソこのウッドゴーレム、かなりうざいからな。硬くて通らないときはマジでダメージ通らないから。やばい、寝る、毒になってる。そして攻撃力もそこそこ毒で死んだな。夜市の弓、マジか、これはめちゃ強くなるじゃないか。回復はハイポーション、黒騎士、黒騎士が落としたのかな。アルデマ6、サービス29、結構強いな。ウッドゴレムか、ウッドゴレムじゃねえや、黒騎士、寝た。毒になってくれればね、まあ100だけど、逃げてったんだけど。よし、剣レベルアップ。黒騎士がやっぱ強いのか。2階、今度ストーンゴーレムとかいうのが出てきたんだけど、アルテマでフォーフル297。いや、勝った勝った勝った、マジで勝て、さらに勝て。てかバッファイアガード強えんだけど、ちょっと待って、これ古代、左手も常に古代にしようかな。でケアで回復はさせておこう。400、よし通るね、だいぶ通るね。ヴァンパイアガール強えな。モンスター、え、皇帝の呪いとかいう意味不明なやつがいるんだけど、なんだこいつは一体。しかし呪え、アルテマです。やばい、食らったってことは死んだってことだ。毒ってる。フェニックスの霊、よみがえらせよう。195か、ゲー呪われた。でレイズとかマジで全然多分回復量ないと思うんだよね。倒した、0円。サンダースピア、サンダースピアどうする。リチャードに飛びさせるか。アイスランスからサンダースピアにして炎を、アイスブランドの方が強いのか。でフェニックスの尾だったら、まあレイズを使おう。でエスナで、あ、直せんね。回復は
ハイポーション全部投入する。よし、 OK。 よし、荒れてます。さらにレベルアップ。モンスター、ゲラビアクイーンがいいんだけど、クアルってさ危険じゃないか。攻撃しよう。古代の剣です。1000、余一の実強い。普通に強えな。ゲッ、ほら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 、やばいやばいやばい、ブラスター。ちょ待って待って、どういう状況今。オート戦闘になってるから状況が飲み込めない。ブリンク死んでんだよ、みんな死んでんだけど。全滅したとか。リベンジ、こいつらマジ即死が最悪なんだけど、どうする。バーサッカーかけよう。火力で押し切る。俺にはそれしかできない。ちょっと左手持ち替えた、弱い。頼むリチャード、お前の火力が頼みの綱だ。死ぬ、死んだ、即死した、寝た、即死した。何なんだこれはマジで。フェニックスの方で蘇らしてもな。ブラスター、いや、ブラスターあれか、麻痺か。みんな麻痺ってるよ。強い。てか即死率が高すぎだろ、食らったらマジです。一発で死ぬからな。け、先制攻撃とかもうこれ確実に終わってんじゃん。死んだ。こっちの先制攻撃が出るまで待つしかないか。強すぎる。最強の敵なんだけど、クアールとかで。どうしよう、なんかアイテムで一気にいくか。大地のドラムで、ウィンドフルートも使ってみよう。なんかある、ユニコーンのバスナーとかでしょ。だって即死を防ぎたいんだよな。ピア、スリプルか、ウォール、コンフィル、全員か。こんなんすんのかな。これはファイヤーでしょ。ちょっと眠りそうで眠らせてみよう。効くかどうかよくわかんないけど。よし、これであと攻撃。スリプル、いけ。3体寝たね。竜巻中3。弱っ。地震中。ダメだ、弱すぎる。ただ倒せる。誘惑された、死んだ。だ、寝てんだか寝てねえんだか分かんねえんだけど、他のやつらが。一応呼び出しとこう。誘惑された。よし、寝てるな。これ古代の剣はちょっといいや。ダイスタンスかで、ケアで回復一応させとこう。クガールさえ倒されてか、なんでラミアクイーンに攻撃してんだ。よし、倒した。いや大丈夫だ、いける。数で押し切れ、こちらの数の暴力だ。やった、眠りそうが役だった。ダイヤの胸当て、サンブレードをゲット。いや、きつかったな。ディフェンダーだったらサンブレードの方が強くて、さらにこっちの方が強いね。で、レイズで蘇らせて、ダイヤの胸当てってどうなの。黒装束よりは強いけど、知性が上がるのがいいよな、これは。やっぱり力出す気か、そろそろきつくなってきたかな。いやでも結構攻撃力下がっちゃうよね。素早さ10は悪くないな。これにしよう、やっぱりなんだかんだで、ね、そうだな。ダイヤの胸当てお前にやろう。持ってけ、死に間際の選別だ。いや、きつかった。宝箱、エリクサー、エリクサー、ラーミア、
いや二刀流の火力やっぱ強いな普通に。でエリクサー、皇帝の間、敵が出た。ジェネラル、ジェネラル結構強いんだよね。防御力が高い、攻撃力も普通に高いしね。余一の弓、もうマジックバーが完全枯渇してるからな。でヒットポイントはまあ回復しておきますか。ダークナイト、やはりお前が来たか。フリオニール、お前に俺を殺すことができるのか。やめて、なぜ戦わなければならない。それが弱さだ。この世を支配するものは何だ。圧倒的な強さ。俺は皇帝の座を手に入れた。弱き者は強き者に支配されなければ生きていけない。反乱軍は帝国の力に抗った結果、いくつの命を無駄にしてきた。レオンハルト、偉くなったもんだな。だがお前が皇帝とは片腹痛い。世界に皇帝は私ただ一人。生きていたのか化け物め。帝国は今や我が手にある。お前などには渡さん。帝国、そんなものもはや用済み。どのみち世界は破壊される。地獄で手に入れたこの力で、まずはお前たちから始末にあげてやろう。キリュウを呼ぶ。お前たちはそれに乗って逃げろ。リチャード、どこへ。濃い化け物め。最後の竜騎士リチャード・ハイウィンド、その言葉後悔するがよい。これさ、リチャードは助けられなかったの、飛竜。ハラメキア城自体が吹っ飛んだな。いやこれは助からんわマジで。完全に廃墟になった。フリオニール、どうしたんですか。帝国のダークナイト、一体何があったんです。皇帝が地獄から蘇ってリチャードが私たちを逃がすために、ヨーゼフ・ミウ・シド・リチャード、みんな死んでしまった。奴を倒さない限りさらに多くの者が死ぬ。彼を反乱軍に加えることをお許しください。もう反乱軍とかっていうあれじゃなくね、規模じゃ。彼のことをあなた方に任せます。わかった。レオンハルト、どこへ行くの。ゴードン王子がお待ちかねです。そうか、待ってんのか。話を聞こう。パンデモニウムに違いない。ちょっと待って、パンデモニウムがどこにあるのかを知りたい。かつて地獄の魔物が世界にあふれた。ジェイドと呼ばれる通路を介してこの世界にやってきた。ミシリアの方にそういった地名が存在する。皇帝は悪魔に魂を売った。ジェイド、ミシリアの東に細い海峡がある。あの辺りがジェイドの海。なるほど、物知りだなこいつら。でレオンハルト1098か。フレームソード、ポイズンアックス、ちょっと一回外そう。で利き手は左で、剣が7、槍は6。なるほど、こいつも二刀流にしよう。剣と槍だな。じゃあディフェンダーとサンダースピアで、腕はまあパワーリストかな。じゃあで体はやっぱり力出す気か。で金の髪飾り、これで命中回避 99% だしね。回避回数は3回あんのか。回避回数ってマジどうやって上がんのこれ。回避回数が少ないから
結局ダメージ食らっちゃうんだよね。2回しか回避できないかんね。これ教えてくれんの？めっちゃ親切やん。結構遠いし、ちょっとまずはハイポーションを買い直して、てかエリクサーとかももう全部やっちゃっていいと思うんだよね。で、そういえば戦闘でヘイストのコーン手に入れたんだよな。ヘイスト覚えよう。さて、まずはハイポーション変えておきかおう。で、エリクサーはまあ10個かな、50万円、25万円は残しとこう。いや、何のためにって言われても別に何のためでもないんだけど、アスピル使ってもね、結局マジックパワーどれだけ吸収できんの。378か、今の最大値が。ちょっと寝よう、その前に枯渇しているマジックパワーが。あなた方を回復するには540ギル必要ですって。こいつ一瞬で見極めてくんな、俺たちの疲れ具合を。やるね。ちょっとジェイド入ろう。帰れるよねこれ。いや、なんかすげえ帰れなさそうな入り方してんだけど。あ、魔法陣があるじゃん。ジェイド地下1階で先制攻撃、スフィンクマイラ。ちょっともう少し火力上げたいんだよね。で、これ扉とか、あれ魔法屋さんどっかなかったっけ、滝の裏とかなんか。結局熟練度を上げないと強くなんないからな。攻撃回数が全てだから。あ、そうだ、その前にエクスカリバーもらってこよう。ホワイトドラゴン、レオパルトも死にそうなんですけど。156、いや古代の剣だな、やっぱ強い。裏切りの牙で、ここはちょっとケアルで回復しよう。一回ジェイドから出て、なんか外に出るのも仰々しいな。すげえ出方すんな、ここだけかなり凝ってる。カシュウオンとかめちゃくちゃ影薄いよね、ただの廃墟だから。で、ここは降りられんな、あんまり遠いとことか降りたくないし。ディスト城、そうですか、リチャードまでも。彼は誇り高き竜騎士、名誉のために死ねて本望でしょう。ジェイド知らない、パラメキア知らない、竜巻知らない、飛竜知らない、竜騎士、私たちはこのディストを離れどこか別の町へ行こうと思います。この町には辛い思い出が多すぎます。飛竜の卵を救ってくれたこと、リチャードと話をさせてくれたこと。え、リチャードと話なんてさせてなくね。エクスカリバーをお渡しします。リチャード亡き今、この剣はあなた方が持つべきものでしょう。どこの町行くんだろう、大抵の町崩壊してるからね、行くところはないと思うぞ。で、エクスカリバー攻撃力100強い。で、古代の剣は装備しておこう。で、サンダースピアディフェンダー、サンブレードの方が強いは強いけど回避率がめちゃくちゃ下がんな。じゃあディフェンダー装備したままにしとこう。
よし、これでちょっとレベル上げとかをしたい気がする。というところで、ちょっとジェイドあたりを少し探索して、もう少しパーティーを強化してから行かないと皇帝戦がきついと思うんだよね。そんなわけで、次回はちょっと強くなってからジェイドやっていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。